116球完封。これで3年連続完投勝利。3年目にして待望の初安打も。さす1、イチロー打つ。思ったより楽しかった。お見事でした。イチロー完封おめ。草野球にここまで客集まるってすげえな。言うほど草か？良い試合だった。女子側にいいプレイが随所に出たいい試合やった。今年の野球ついに全て終わり？ベイスターズが12月になんかやる。イチローさん50、うっかり完封してしまう。これでほんまに今年の野球が終わってもうたなぁ。あと何年やれるかやな。いつかボコボコに打たれる日が来たら引退や。イチロー泣いてる？息かけてる？泣きかけました。イチローやっぱ花があるなぁ。外野走ってるイチローは絵になるなぁ。そこそこ4000本。イチロー引退して難しいやつになったな。昔からこんなもんやろ。もともとやぞ。JK の下半身について語るイチロー。松坂来いよ。来年これ松坂投手ですわ。もしかしたら来年見れるんか。顔がマジやな。来年はリリーフあるな。おお。これ絶対やるやつやな。イチローもさすがに完投はきついと悟ったか。大輔はもうフォームがぐちゃぐちゃやで。松坂にプレッシャーが。松坂マジで投げる？盛り上げ上手やな。来年も楽しみやな。